はい、今年になって2回目の大津野球がありますけどね、私が出るのは今回ちょっと梅が咲き始めたので持ってたんですよ、はいはい、これね、このまま外を置いてたらここまで来ないんだよ。12月のね、初めぐらいに、はい、オフィスがないんで、うん、車の中にずっと入れといた。車の中に入れてたんで、こう袋かぶせて、はい、で、霧吹きで出社しちゃった。なるほど。だから正月に咲かなかった、やっぱり。あ、ちょっと遅かったからね。もうちょっと早くやってりゃね、正月にやっと咲きたんだよ、ね。そうかもしれない。で、玄関先飾っときゃね、結構いい匂いするんだ。そうですね。うん。梅の匂い大好きや。一応ね、去年、ここ、折ったのせいだ。あ、で、折ったつがこうなって。で、この辺も折ったんだけど、羽がなくなって、芽が出てこなくて、枯れてしまってたから。なるほど。これは、花を割ったら、この辺彫刻しようかなと思ってます。なるほど。もっと、こういうところ深く掘ってきますからね。うんうん、2月半ばか終わりぐらいには、これ彫刻できると思うんで、はい、これやっていきたいと思います。はい、続いて、これをね、新っぽく玉作って、はい、これ鉢がこんな大きいんでね、うん、場所取るんですよ。そうですね、半分ぐらいになるから、これこう玉にしてね、こうやってた。いざ樹海で行こうかなと思ったら、やっぱりね、県外、今ちょっと県外に凝ってますんでね、はい、県外に作ろうかなっていうことで、もっと倒しますか、うん、これがやっぱ先生らしい、うん、こんな感じで、こっちが後ろになるかな、ね、こっちはね、正面をね、こっちにしようかなと思ってるんですよ。ここにこっち、そうすると、ここの奥が見えてくると思うんですよ、うんうん。で、頭はこの辺に作って、私が出てし、こう、県外作って頭作んないで。はいはい。この辺からガーって下げちゃう。今回こう、頭を作ってみようかなって言って、こうまとめました。前にカンタさん針金かけたやつあったじゃないですか。うん、あれみたいな感じ。そうそうそう。うん、だからそれで、あとは、これもシャリが全然入ってないんでね、シャリつけていこうかなと思う。針がね、外してたから、来年の冬になるかもわかんないですよね。今日やるのはこれなんですよね。それで、ね、はい、今日寒いんですよ。気温が7度今日マイナス2度になるって、マイナス2度最低気温、うん。で、明日からまた寒くなるみたいですよね。はい、でね、カンちゃんがね、カンちゃんが今日はハウスの中でやってるけど、はい、ストーブ用意してくれました。優しい男ですよ。はい、これあったかいですよ。あったかいです。で、ここで、この心拍に針金をかけていこうかなって。さっきね、こうやって持ち上げたら、こうするって、これ抜けちゃった。これ僕が、とりあえず、水足んないの怖かったから入れて。で、これも心拍玉を作ります。はい。で、こう巻いてきますからね。それから枝を抜いて、樹形をどう決めるか。今日初めているんで。そうですね。うん、さっき見せた。どうしようかなと思って。はい、考えながらやってきますから。ね、これ多分素材的にちっちゃくもできるし、うん、ちっちゃくもね、大きくもね、長くもできる。そう。で、これのいいところっていうのは、この模様がかなり細かい模様がついてて、ねはい、足元ここからもう1センチぐらいのところで曲がついてますからね。これだったらもうどうにでも作っていけるから、はい、かなり面白い木になるんじゃないかなと思います。ただシャリ付けはね、ちょっと無理かな。そうですね、うん、文人にしても曲が入りすぎですよ、ね、そう、はい、ちょっと曲が文人だと入りすぎてるかなって感じでね、ちょっとわざとらしいというかね、これ巻きながらね、ちょっと考えてください。考えてみましょう。ちょっと土を落とします、はい、足元がまだ出てくるか、もうちょっと出した方がいいと思うんですよ ね、これね、最初から足元出さないでね、針金かけちゃうとね、こうかなり間が空いちゃうやつがあるんですよね、うん、一回必ずこう少し掘って足元を見てから針金かけていった方がいいと思います、はい、ちょっとこう根っこここあるんですけど、はい、これはいらないんだよ、取っちゃいますか、この根っこ、はい、こう、あ、メガネかけたよ、ね、見えないと。なんか見えないと思う。どう見えないと思う。メガネですね。で、あと、こう、シャリ付けがどっちみちシャリ付けていかなくちゃいけないんで、こういうところから引っ張っていけるからね、これね。この陣があるから。そうですね。これから伝わっていけないんだ。今はやんないです。はい。これなんか前の YouTube 見てた時、はい、この先で質問があって、はい、この巻いて水はどうのこうのってなんか質問があったと思うんですけど、これはね、こう、目がこんな粗いですから、はい、水は普通にやってれば大丈夫。水の中につけてもいいしね、これ何のためにやってるかって、土が流れ出さないようにやってるだけですからね。そしてね、これ、これは麻でしょ、
あさ、これ使ってみるの、これ。なんか。で、不織布っていうの。ああ。畑なんかでこう加工するやつある。はいはいはい。で、これで全部強く曲げてるやつを防寒のためにこう巻いちゃってもいい。うん。布だから水入ってる。水入ってる。で、湿気も保てる。なるほど。これ切ってんのやってますよ。ちょっときついことやったなってやつは。これの代わりこう、これ使ってる。これ100円で売ってる。100円で売ってます。うん。はい。これ何メートルだこれ。これ15メートルぐらいあるんじゃないの ?15 メートル。あ、長さ4メートル。全然違った。4メートル。プラス1メートル。おまけつきですよこれ。5メートルですね。5メートルだった。15メートルは。金図とか弱いやつだぞ。少しこう、周り巻いちゃって、針金くるくるって縛っとる。根の周り違って違う。木にこう巻いちゃう、こうに。こうに。あ、こうやって巻いちゃうんですか。巻いちゃう。一応ね、心拍を強くやってたやつがいいけど、巻いてある。これへぇー。鉢入んないよ、これ。どうする？このままで。上から。そのまま、白目置いといても。このまま打っちゃう。最後の出来上がり方どうしようかって感じ、ね、ちょっとね、浅いとなくなっちゃったね。この100メートル絞ります。はい。一応これ鉢から抜いて、心拍玉作ったんですけど、はい、あとこの樹形をどういうふうに持っていくかっていうのは、どういうふうに立てていくか。今、針金止まってるんで、外してみます。針金止まってる。とりあえず、下が曲がってるから上も曲げとこうっていう感じで曲げときました。これで、ああ、下に曲があるからこうつけといたんだ。そうそうそう、うん。上もちょっと曲げて、それ外したんだけど、一回かけて。もう一回曲げときました。文人帳で作ってても、強すぎるような感じです、ここ模様がね。そうですね。こうゆらゆらってした感じがないから、ポッコスつけて、こっち吹き流しにするか、はい、もっともっと強く下にこう持ってっちゃうか。持ってちゃうかですね。この陣が効いてるね、これね。ちょっと見えないです。これね。ちょで、これをこう返してくる。はあ、ははあ、それからもう圏外にしちゃうかね。うん。これ圏外で面白いと思う。この陣。先生、見えないですよ。うん。うん、じゃなくて。これ先生。見えない。見えない？見えない。あ、そうですね。そこの陣が面白い。これがいいから。こっちからこうやって見えないこれ。この陣。ああ、そこの陣。これ。はいはい。この立ち上がりの、ここで2曲目ぐらいか。はい、ガクってこれが落ちてる、うん。ちょっと見どころになるかなっていう感じするんですよ。なるほど。で、これでこう持ってくるか。圏外にしちゃおうか。圏外にしますか。圏外だったら結構作れると思う。うん。まあ、圏外でもちょっと悩みますよね、これ。どうするか。ちょっとね、あの、構想がもう決まんないな。決まんないけど、うん、一応針金かけてって言います。かけながらまた考えてて。圏外か、こうやって片方に吹き流しにするか、それともこうぐしゃぐしゃってこうまとめるか。うん。そう、三通りだと思うんだけど。うん、でね、枝の出方がね、片側だけなんだ、これ。だから正面がこっちには持ってこないんですよ。この後ろでなくなっちゃうんで、うん、正面はこっちにしてくるしかないかな。もう陣が刺さりますね。うん。ちょっとこれ植え付けが難しいな。ここからここまで幹見せるために、うん、寝ちゃいます、これ。枝。寝ちゃう。これもう完全にこう3本3本なってるな。こっちが交互に抜いてきますかね。これがスタートの枝、反対側を出す。これが入れなくなる。はい、で、こっちだから今度こっちへ出す。あとはちゃんとできちゃうね。じゃ、これで針金かけてきます。はい、これは残すってことですね。これは、あとで切ります。いらなければ。うん、これで、この辺に、こう持ってこられる可能性もあるからね、これね。ね、じゃ、針金かけてきます。アルミ線できますから。アルミ線。どうせ高いんで、アルミ線使います。高いからね。どうせ、すっごく上がっちゃったんだね。そうですね。針金刺さないで、こうやって巻いてきますよ。はい、最初だけちょっと、基地狭くして、こうやって巻いてみます。うん、固定させずに止めると。細かく、やっぱり細かい方が細かいものでつけられる。はい。ピッチ細かい。はい。45度よりも角度もっと小さくなってますから、ね。太さは 2.5 ミリですか、うん、針金の太さ。太さ？これ 2.5。2.5。アルミ線の 2.5 ミリ。はい。あれ短かったか。いや、途中これ出すわ。ちょっと短かった。短かった。暑いな、結構暑い。おー、緊急消火ですよ、それ。あ、緊急消火か。
あ、これ、これ、これを回すんか。これ、ここでいいのかな。ちょっとわかんない。怖い。感じになっちゃった。去年もここで火つけちゃった。あれか。藁燃やしたんだっけ。なんかありましたね。あれ思い出しちゃった。この辺から足していこう、針金を。はい。これアルミ線ばっかりかけてると、もう銅線かけられなくなっちゃう、これ。これ、やろうがいいからね。銅線かけられなくなっちゃうから。あと、ここ先は 1.5 でかけてきますから。はい。一応ね、幹には針金かかってます。はい。かけ終わったんです。剣側で作っておきますから。こんな感じで。うん、ここからずっと下げてきます。下がると思うんだけどね、これ。ちょっと防災サイトがなっておりますが、これ必ずこっち使うときは、はい、木持ってダメですからね、これ。はい、針金を持って。針金持つ、はい。木持ったら持つるって買うわけ。それで割っちゃうから、これ元の方だ。はい、こう針金こうやって持つか、こういうふうに持つか。はい、で、針金を曲げるんです、ここで。木曲げんじゃなくて。わかりました。ちょっと防災埼玉とかぶっちゃってましたけど。これまた木曲げようとしちゃうからね。だから、ね、はい、針金曲げるようにしないと。うん、ここちょっと強い模様つけますから、ここに。縛る感じ。ここガーッと縛っちゃうからね、これ。あ、輪っかになっちゃった。輪になっていけませんね。この毛はこう、ここまで細かいものがついてて、はい、先がちょっと模様がほとんどないんですが、うん、同じようにこう少しつけておきますから、途中まで、はい、針金も細かく、ピッチ細かくかけてきてましたから、はい、細かい模様を作っていきます。長く作っていっちゃうか。長く。はいはいはい。蜂の3倍ぐらいになっちゃう。蜂の3倍ぐらいの。さっきと正面が変わっちゃったかな。ここ見てたから。ね、こっちの方がまた違った形になるかな。いい、一応これで今度は針金枝にかけてきます。わかりました。これは 1.2 ミリ。1.2 ミリ。先生はこういうのが好きですね。ここまで下にね、こうやって落としてるのが好きですね。根っこ逆さまだ、これ。うこれ立てたらやっぱり立てると模様がきつすぎるな、これね。文人でこの曲はないですよね、あんまりね。すっごい畳んでちっちゃい木作るとか、まあ、あとはこういう感じですよね。ぐちゃぐちゃあったら潰すよりいいと思うな。幹が見えた方がいいと思うな。あんまり枝抜かないでかけてきます。そうですね、うん、葉っぱの間だけ、間に針金ずっと通してきます。この枝に模様を作るような形で作ってきますから、はい、もうちょっとしっかりしてくればこう玉ができてきますからね。分かりました。ここまでの間、この間はあの針金を、葉っぱと葉っぱの間は針金を通していく形、はい、曲だけつけといてって感じですね、うん、曲だけつけて。一応ね、全部枝先、枝まで針金かけ終わりました、はい、あの全体的な形作ってきますから、はい、枝に模様つけたり、枝を下げたり上げたりして、はい、ここがかかってなかった。面白かった。針金が終わりました。これ長さがもっと長くてもいいかな、これ。クワでレンガ必要だな、ったらレンガね、あそこにもありますよね。前に作ったやつが。一応正面こっちに取ります。はい、
あら残念でした。これダメか。前作ったこういう圏外のやつよりも長さがある分なんか流れはありますね、うん、階段じゃなっちゃったね、ね、でもいいじゃないですか、なんか流れがちょっとね、先がツンツンしてちょっと詰めてきます、少し、はい、先端だけ、うん、これ杉っぱんとかはちょっと切れないんで、うん、残しておきますから。なくてもいい気もしますね、でもこの2本ね、うん、これが天神になるのこれで、ここがなくてもいい、これ出が悪いんだよ、ね、下出てるから、これなくてもいいんだよ、はい、先端だけ、先端のこう長く飛び出すやつだけね、はいはい、で詰めてます。これでももう長く伸ばす必要ないもんね。あとはもうピンポン玉作っていく、うん、そう、ピンポン玉のような葉っぱですね。そう、はい、失礼しました。これツーツー伸ばしたらできないからね、うん、あのピンポン玉みたくならないから、でこう先端はこう上向くて上げときますからね、ここね、はい、途中こっちの方が弱ってくるから、うん、大丈夫大丈夫、裏枝にもならない、なんで詰めちゃうか結局切っちゃう、はい、あ、いくらかやそうですね、うん、いやかっこいいですよ。ちょっとね、まだ葉っぱが勝手にできてないから、はい、こんな感じだね、うん、一応幹筋はこれでいいかなっていう感じ。これどうするかですよね。陣この陣、要は正面に入れてるからってこと、刺してるから、これね、はい、これはどうするかな、逆にこっちを正面にしてくればいい。やっぱりね、この木の一番いいところってのはここですよ、うん、これができてるから全体的にこう流れちゃできてくる。なるほど。で、やる前は模様がこのぐらいしかなかったんだよね、はいはい、でこっち下もこう同じぐらいの模様をつけていったから全体的にバランスは取れてると思いますよ、これね、はい、であと圏外なんでこう先端をいかにうまく作っていくか、うん、これ必ず弱ってきますからね、はい、だん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 これ短くなっていっちゃう、そうですね、それならないように上の方を少しね、あの詰めて調整するとかしていかないとね、うん、下の方弱っていくから、うん、たまに上向けて植え替える時ありますもんね。そうそうそう、植え替える、あと元気になったらまた圏外に戻すみたいなねやります。どうしてもこんな強くなるからね。そうですね、こっちの方へ養分いかないから、うん、どうやって保管しとくかですね。で植え替えられないから圏外だとね、はい、あと鉢なんだよね。鉢探すのも大変だし、ゲロの鉢ってのはほとんどないからね。そうですね、あってもね、こんな小さいことはね、うん、これはやっぱり細い鉢入れたいよね。でこの辺ずっとシャリが入ってくればね、相当価値上がると思う、これ。うん、で、あと植え替えの時は根っこをこうさばいて、こう下に持ってこないと、そうですね、これだけ出ちゃうからね。で、あれですか、水苔とかで保護する感じ。そう。で結構良くなったじゃないですか、これ、うん。かっこいいです、かっこいいです。かっこいい。うん、ですね、あとは今年、春から夏、秋ぐらいまで培養。培養。うん、ですね。はい。植え替えをした方がいいですもんね。うん、植え替えもこれ。心拍玉だから、ね、鉢の中入れとかないと、うん、こんな感じで前回下に下げて作ったこれ、うん、心拍、これも模様できてるじゃない、これ。そうですよ、これも先生も開けたんですよ。ここできてるもんね、ここね。この先端の方は少し緩くてもいいけどね、うん、鉢にもっとこう近づいてくるよ、ここにね。そうですね、やっぱあんまりね圏外すると元気なくなりますね。うん、元気なくなる、ここまで下げるとね、ここがねだんだん短くなってくるから。そう、これだって、ね、さあ葉っぱさえ良くなりゃもう、そうね、幹流れももちろんし、これでもういくらかできてきてる方が、こうは。そうですね、そういうやつ。もうこれでまとまるもん。まとまる。まあ今はね冬なんで葉っぱの色はあるけど、うん、もうちょっと詰まる。こういうのができてくるよね。良くなると。良くなりますよ。これだってもう普通のこんなひょろひょろのね、ただの心拍ですからね。うん、まだこれ他にも。粉じちょにもできるしね、粉じにもまだできる。ちょっと曲がりすぎかな。
ちょっと曲がりすぎると。そうですね。これやっぱ川崎先生流の作り方ですね。この細くて長い。そう、今ね、県外ばっかり作ってるの。県外ブーム到来してるんで。県外結構作りやすいしさ、場所取んないから。うん、場所。鉢とかこれがなきゃいけない。だってこれがさ、はい、このぐらい鉢入ってたね。この小さくなんだからさ、場所取んないもん。そう、普通ねです。こうだと、そうですね、場所取っちゃうから。これもそうだよ、これ、はい、こうなったら。そうですね。これより自然長いもん、これ。あ、これでもいいか。切れ端みたいな。これでまたこっちへぐーっと返してくるとか。なるほど。なんかいろいろ作る、ね、まだ作り方はあると思う。一応、県外で鉢にうまく入らなかったら、こういう形でなんかこう返してくるとか作ってもいいかな。もうこう模様はできてんだから。はい。まあしばらくは。うん、しばらくこれ。あの元気なくなっちゃうんだよ、このまま。上向く。このまま春まで待機しても。うん、これもかっこいいですよね。でもあんまり見ない樹形だけど。こういうのはあんまりないと思うよ。ね、こんな横長の。うん、こんな長いな。これこそ鉢難しいけどな。ちょっとここが輪っかが見えないようにした方がいいと思うよ、これ。ここね。この植え付けの角度で随分変わっちゃうからね。そうですね。多分もうほんとこのぐらい、うん。というわけで、今回は川崎流県外うん、県外として作ったんですよね。県外ブームなんで、ね。だから横にもできると横にもできると。ということでした。はい、ありがとうございました。うん